RX-78 から2ガンダムバージョン g 3 0ス左は2009年7月31日右は8月23日撮影8月1日以降は左肩のマーキングが変更された背面グリーン東京ガンダムプロジェクトとは2009年7月11日から8月31日の期間東京都品川区東谷市を一 東京都立潮風公園太陽の広場にて実施された PR イベントである。行政、都民、企業が一体化して緑あふれる都市再生と魅力あふれる街づくりをテーマにメッセージを発信していくことを目的に実施された。プロジェクトではガンダムが緑あふれる都市東京の再生のシンボルキャラクターとして起用された。また2016オリンピックパラリンピックの 東京開催の招致 PR を兼ねており、8月1日より公開終了まで、左肩部分のホワイトベースのロゴが、オリンピック招致ロゴに変更された。期間内来場者は、当初予想の150万人を大幅に上回り約415万2千人の来場があり、同時期の開催で不審だった、外国博愛150と比較対照的に報じるメディアも多かった。グリーン。 東京ガンダムプロジェクト実行委員会グリーン東京ガンダムプロジェクト実行委員会リリース2009年4月実物大ガンダム解体スタート来場者は予想の3倍 IT メディアニュース2009年9月9日ありがとうございます